はい、本日はですね、買って良かったものを5月編紹介していきたいなというふうに思います。今月はですね、結構購入してて20万円ぐらい購入したと思うんですけど、その中で僕が良かったなと思うものを、今回はトップ5ではなくてトップ4のファッション系と、あと番外編で3つ紹介していきたいなというふうに思いまして、このトップ4に関しては今回もう機能的なアイテムばっかりになっているので、まあより日常的に使うときに機能を発揮してくれるようなものをまあご紹介させてもらって、この番外編に関しては洋服ではないんですけど、日々の暮らしの中でこれあったらちょっと良かったなっていうところの紹介をしていきたいなというふうに思います。ではまずファッションの方からトップ4から紹介していきたいなと思います。では第4位というのがですね、バーサタイルパンツということになってて、こちらのパンツになってます。このパンツはですね、以前動画で紹介した時も、これいつどこで履くやつなんかちょっと僕はわからないんですって言いながら紹介してるんですけど、まあ実際僕も履いてみてですね、まあその辺散歩する時とか履いたりしてて、結構生地薄いし、あ、使い心地めっちゃいいやんと思ったんですけど、まあ4位やった理由というのは、使い心地もいいし、撥水性もあるし、めちゃくちゃ機能的で、見た目おしゃれやけど、やっぱりどこで使うかまだわからへんっていうことになってるので、第4位っていうことになってて、まあそれこそ以前の動画でも言ってはいてるんですけど、例えばキャンプするとか、あと夏場でもショートパンツ履かへん方とかであれば、これ夏ずっとこれで過ごせると思うので、そういう方はもう第1位になると思うんですけど、僕個人的にはショーツの方がやっぱメインで、今もこれショーツ履いてるんですけど、やっぱ長ズボン履く習慣ってあんまないので、そう考えると次の出番っていうのは、これは梅雨に来るのか、それともそれ越して秋になっちゃうのかちょっとわからないんですけど、まあそういうところでちょっと第4位かなというふうに思います。まあただですね、一応ランキングはしてるっていうことになってるので、まあ僕使ってて悪いっていうのは一切なかったんで、まあ使ってて良かったは良かったというところになっております。なので第4位ということになってます。で、あとですね、一応サイズをちょっと大きめにしてるっていうこともあってかですね、結構風が入ってくるというか、まあ風が入ってくるまではいかないんですけども、この中にこう余裕があるので、その中でこう空気が動いてる感じがするので、履いててムシムシするとかっていうのは今のところはなかって、まあ比較的5月のこの時期ぐらいやったら全然夕方とか履けると思いますし、まあ、日中の草暑い時とかはちょっと僕もよう履いてないんですけど、まあ朝晩の寒い時なんかは、まあめちゃくちゃちょうどいい感じだったかなと思います。では次は第3位はこちらのモンベルのレインダンサージャケットになってます。で、これがですね、トップ3に入ったということになってるんですけども、まあなんでこれがトップ3なんかっていうとですね、まあ、僕も以前からモンベルのゴアテックスが1万円台で買えるというのは知ってはいてたんですけど、まあまあまあ買えるけどねぐらいな感じですと思ってて、実際こう手元に来て触って質感とか全部見た時に、これやっぱ1万円台がすごいなと思って、まあ動画でも言ったんですけど、初めてゴアテックスの方はもうこれでいいと思いますよって言えるぐらい、まあ自信を持って押せるぐらい、まあ値段的ににもクオリティ的にも良かったかなというふうに思ってて、これからの時期特にですね、梅雨とかが来ると思うので、まあ、そういった時にこれを去って着てれば絶対濡れることないですし、まあ、普段とかはこういう風な袋があるので、この袋の中にジャケット畳んで入れちゃってリュックにポインって掘り込んどいて、雨降ってきたと思ったらささっと出してピュって被っとけばいいので、普段はアウトドアの製品着ないんですよっていう方とかであっても、まあ、梅雨の時期ぐらいはこれ掘り込んどいてもいいんじゃないかなと思いますし、あとまあ自転車で移動される方とかバイクで移動される方って、まあ、基本的にいつ雨降ってくるか分からへんし、まあ、風が寒かったりすると思うので、そういう方とかであれば、まあ、ゴアテックスって雨も通さへんし風も通さないので、まあ、ちょっと今時期の肌寒い時期の朝晩の通勤とかであった時とかには使えると思いますし、まあ、さらに、まあ、僕個人的にはやっぱり結構アウトドア製品の機能的なアイテムが結構好きなので、まあ、好きな感情を共有したいというか分かっていただきたいっていう部分で、まあ、こういうまず一番安い値段の部分から始まってもらって、あ、ゴアテックスってすごいねんなとか、やっぱ機能的な服っていいなとかっていう風に思っていただければ、まあ、僕も嬉しいかなと思いますし、今まで服に機能なんか求めたことないねんっていう方でも、まあ、こういう風に知っていって体験していくことで、まあ、より服を好きになったりすると思うので、まあ、僕はこれ胸を張っておすすめできるようなアイテムやったんで第3位ということになっております。で、次は第2位はこちら。デニムのアウトラストのセットアップになってます。もうこれはですね、1位にするかめちゃくちゃ迷ったんですけども、まあそれぐらい良くて、まあ何がいいのかっていうと、まあそのデニムであるとかっていうところもいいんですけど、僕セットアップのちょっと綺麗めなもの欲しいなとは思ってて、今の時代結構ファストファッションとかでも安く1万円以内とかで揃えたりできると思うんですけど、このジャケットで良かったなと思うところはですね、やっぱりアウトラストを使ってるってことで、勝手に温度を調節してくれるので、本当に着ててあんまり暑いっていう感覚もないし、冬場であったら結構寒いなとかって思うことも、このアウトラストを使ってるアイテムであれば結構なかったりするので、本当に生地は薄いんですけど、なんか思ってる以上に機能的なんで、まあその辺はまあ持ってはる方は、あ、そうそうそう分かってくれてるやんタクゾーって思ってくれるかもしれないですけど、まあそれぐらいアウトラストは本当に1年を通じて使えるっていうのは僕も実体験で分かってるので、まあそれのしかもデニムバージョンっていうところで、まあ値段はそれなりにはするんですけども、やっぱりファストファッションのと比べるとやっぱこっちなんかなと思って、でやっぱり愛着も湧いてくるんで、デニムなんでやっぱりちょっと色落ちしてきたりと
とか自分だけのシワの入り方が出てきたりとかっていうところで、まあ愛着湧いてくるやろうし、なおかつ温度も調節してくれるし、まあ、そういうところがまあググってきたんで、第2位か第1位かちょっと迷ったんですけど、まあ、これは第2位ということで選びました。で次はですね、第1位に行く前にちょっと番外編に行きたいんですけど、番外編が先ほどじゃあ3つあるので3つ紹介していきたいなと思います。まず一つ目がこちらです。こちらのハンガーパイプになってるんですけど、まあこれは結構至ってシンプルで、こういう風に台があって、あと回してつけてるだけなんですけど、まあ、ここに何個かかけるような場所があって、本当にシンプルな木のウッド調の作りになってるんですけど、ちょうど僕動画用にこれぐらいのサイズのやつ欲しいなと思って、これ高さがですね、1メーター40しかなくて、結構小さいんですけど、この画角に収めようと思うと絶対これが必要やったっていうことになってて、まあもしかしたら見ていただいてる方からしたら、この小ささいらんでっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、僕の視聴者の方はですね、結構25歳から35歳、40歳ぐらいの方とかって結構多かったりするので、まあ、お子さんがいらっしゃったりとかしたら140センチぐらいなんで、ちょうどお子さんが使うようなラックとしてもいいかなと思いますし、まあ元々は大人が使うようなんですけど、まあサイズが小さいんで、まあ子供用でもいいかなと思いますし、あとまあウッド状のシンプルな感じなんで、まあ、僕は個人的に見栄え的にいいかなと思って購入したっていうのが番外編一つ目です。で番外編二つ目っていうのが、で番外編2つ目っていうのがこちらのタオルケットになってるんですけど、まあ、このタオルケットがですね、結構思ってるよりも良くて、値段も結構安くて4000円ぐらいなんですけど、4000円ぐらいの割にはふかふかで、こう寝る時にふわってこう包まれる感覚っていうんですかね、こういうタオルケットってやっぱ首のところまでこうかかると思うんですけど、このパッと包まれる時の感覚が4000円にしても贅沢やなと思って今回ご紹介してるんですけど、一応まあエジプト綿っていう綿使われてるので、毛がちょっと長いんですよね。だから長い分こう肌にこう当たる感覚がいいというか、まあ、他の短いなんもないようなただの普通のコットンとかでも 2,3 千するので、そんな値段変わらないんで、まあ、もしタオルケットを購入考えてる方がいらっしゃったら、こういうエジプト綿とかその綿の素材にこだわったようなもので、なおかつ値段も1000円ぐらい上乗せすれば買えるようなアイテムなんで、まあどうせ寝る時間ってまあ結構多くの方がまあ6時間とか7時間とか8時間寝るかはると思うので、まあそれならまあ多少いいものでもいいんかなと思って、まあ人によったら1時間とか2時間の方とかで頑張って貼る方もいらっしゃるかもしれないんで、そういう方にはちょっと失礼なんですけども、まあ、ちょうどタオルケット探しとってんっていう方にはまあこれはおすすめかなというふうに思います。まあただちなみにですね、最初のこのふわーってやった時のこの当たった感覚が気持ちいいんですけど、こんなもんすぐ慣れるので、次朝とかになったら全然感じないんですけど、また次の日の夜になってふわーってかぶった時に、あ気持ちいいってなって、また寝だしたら忘れてるっていう感じになってるので、最初のふわーっと来た時だけを感じていただくっていう流れになってます。そして番外編3つ目っていうのが、こちらのアルコール自動噴射器になってます。これが、まあ、皆さんもそうやと思うんですけど、まあ、アルコールはされてると思うんですが、こういう風に自分で吹きかけるタイプのやつなのか、まあ、勝手にあとはこうやって出てくるのかって、そんなに大した違いはないんですけど、この持ち上げて、振ってやって、離して、下ろす作業を3000円で買えるのが高いと思う人は必要ないと思いますし、まあまあ確かに便利やなとか、何もせんで勝手に出てくるんやったら、3000円やったらありやなって思う方は買いやと思うんですけど、まあ多分、どんな方でもあって困るものではないと思うので、勝手に手出したら出てくるのって多分嬉しい機能やと思うんですけど、そこにあとは3000円出す価値があるかどうかっていうところやと思うんですが、まあ我が家にとってはこれはあってよかったなというところになっているので、番外編の3つ目ということになってます。ではですね、買ってよかったもの5月編の第1位の紹介をしていきます。では第1位はこちらのアークテリクスのマカ2になってます。これはですね、もうめちゃくちゃ良かったですね。正直そんなに期待してなかったんですけども、僕は嫁用に買ったっていうのは以前動画で言ってたんですが、これ実際使ってみたら自分用として使いたいなって思ってるぐらい使い勝手が良くて、僕が一番やっぱ良かったなとか便利やなと頻繁に使ってる機能としては、このスマホを入れる場所なんですよね。でスマホってポンって入れれて、ですぐにポンって出せるのってあんまり少なかったりして、いちいちこうジップを開けて入れてジップ閉めてっていうこの作業って絶対あると思うんですけど、僕も普段今までそうやってたんですが、このバッグ持って出かけて携帯取ろうと思ったらパンって取れて、で終わったらパンって入れれて、チャックとか開けんでいいんやっていう、今まで当たり前にしてたことがせんでいいっていうのがめちゃくちゃ便利やったんで、まあ、これは買ってよかったなっていうので、もう使った瞬間に、まあ、今月買ってよかったものに絶対入れようと思ったんですけど、それぐらい使い勝手のいいアイテムかなと思います。まあスマホは皆さん基本的に持ってはると思うので、スマホって絶対見る回数多いと思う
思いますし、使う回数が多いと思うので、一番カバンの中から出すのってスマホが多いと思いますし、なんやったらその作業がめんどくさいからポケットに入れっぱなしにしてる方とかもいらっしゃると思うので、まあ、そう考えると全部このカバンの中で完結しちゃうって考えれば、このスマホを入れる場所っていうのは僕個人的には良かったですし、まあ、それ以外にももちろん撥水があったり中の仕分けがいっぱいあったりとかっていうところで総合的に見て第1位なんですけど、一番何が良かったって言われるとスマホを入れる部分が良かったかなと思います。はい、ということですね、まあ、今月買って良かったものという紹介になってるんですけども、以上僕が今回紹介したアイテム、全く同じアイテムは動画説明欄に貼ってますので、気になる方はそちらを見ていただければなというふうに思うんですが、まあ、一応6月もですね、購入して良かったものっていうのはまたやろうと思ってますので、まあ、次はまた来月お会いしたいなというふうに思います。ではですね、本日は今月買って良かったもの5月編の紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。